皆さんこんにちは、スタイリストの若さです。今日はですね、ニットの特集をしようかなと思っております。シンプルな、ね、ニットとかって、まあ、ユニクロとかジルとかでね全然あったりするんだけど、まあ何せこうコーディネートをうまくしないと人と被ったりとかねしやすいじゃないですか。まあ、だけど、まあ、今回ご紹介するニットはですね、もう1点ですごくこう華やかにこう気映えするようなあのニットをね、ヒューマンウーマンというブランドさんからですねちょっといくつか借りてきたので、今日そちらをご紹介したいなと思っております。前の多分私の購入品の動画でですね、ジレを1回紹介したんですけれども、ネイビーのジレですね。私もすごいあれ実はめちゃめちゃ使っていて、まだほら寒くないから本当にロンティーにそれを着るみたいな、結構こう本当にお助けアイテム的な感じでこの時期大活躍をしてるんだけれども、ヒューマンウーマンね、皆さん結構昔から名前は聞いてるけどって思ってる方多いと思うんだけれども、結構イメージ的になんかこうちょっとほっこりとナチュラルなブランドさんっていうイメージがあるかもしれないんだけれども、私も実はなんかそういう感じずっと思ってたんだけれども、最近ちょっと展示会に行った時にですね、イメージが大人っぽく洗練された感じになっていて、これあったらなんか大人の人もというか私世代の人とかも全然ありですねなんていうふうにプレスの方とも話したんだけれども、で今回タイミングよくですねちょっとニットの企画やりたいななんてちょっと思ってたらですね、めちゃめちゃ可愛いニットがプレスルームにたくさんあってですね、これはもうぜひご紹介したいということで今回してる感じなんですけれども、多分ね皆さんもシンプルなニットじゃなくて可愛いニットってどこにあるのよって思ってる人も多いと思うので、本当ヒューマンさんがめちゃめちゃ可愛かったので、まあ、これからざっと紹介するんだけど、ぜひね最後までね見てもらえたらなと思っております。はい、コーデもね間で入れていきたいなと思いますので、はい、ぜひね楽しんで見てもらえたらなと思っております。まずですね、1着目なんですけど、1着目はですねこちらです。じゃーん、はい、見えますかね、こんな感じの、はい、フリンジのプルオーバーを借りてきました。可愛くない？色は2色展開で、白とこの色ブルーがあります。まあ、白ってまあありがちかなと思って今回ブルーを借りてきたんだけど、このパステルブルーがなんかちょっと冬になかなか選ばない色っていうのがあるかなと思って、なんか新鮮って思ってこれにしたんだけど、めちゃめちゃ可愛いね。でフリンジはですねここの袖の部分一周ついてるんだけど後ろはついていなくって、はい、こんな感じです。結構なんかローゲージでこう重たいイメージがあるかもしれないんだけど、意外に軽いですね。一回着てみますね。ちょっと可愛くないね。デニム履いてるからちょっとカジュアルな感じに見えるかもしれないんだけど、ちょっと後でコーディネートはしようと思うんだけれども、大人っぽい感じにちょっと仕上げたいなと思っておりますね。なんか映えるよね結構この辺もゆとりがすごいあるので中にかなり着込めそうです。じゃあちょっとコーディネートしてみたいと思います。はい、ブルーの一頭を着てみました。はい、こんな感じです。はいはい、やっぱすごいこう着映えますよねこれね。めちゃめちゃ色がとにかく可愛いかも。まあ、結構ね暗めなこう色を選びがちじゃないですか。やっぱりこういったちょっとね華やかなこうパステル系を選ぶとね気分も華やいで、はい、とても良いのではないでしょうか。まあ、意外にちょっとパステル系でも子供っぽくね見えやすい色合いなので、まあ、なのでまあちょっと小物とかで大人っぽく仕上げようかなと思って、こうやってちっちゃめな、はい、バッグ持ったりとか、あとは足元をねちょっとシルバーの今ヒールのブーツを履いてるんだけれども、ヒールをちょっとあるものに変えたりとか、はい、そんな感じで
ちょっと大人っぽさを出してあげるといいのかなと思っております。次はですね、こちらです。じゃーん、はい、ローゲージマリンニットっていうシリーズで、これがですね、奥の袖口がほら見て、ちょっとマリン風味で可愛くない？これネイビーになってんの、はい、白にネイビー、もうね、爽やかさしかないっていうね。こう冬の私マリンスタイルめちゃめちゃ好きなんですよね。冬にボーダーをすごく着たくなったりとか、この白ネイビーのコーディネートしてみたかったりとか、ピーコートとかね、なんかそういう感じのこれは色はですね、ホワイトとあとグレーがあってですね、グレーも可愛かったのよ。グレーは袖口がねピンクなのよ。そう、これもすごい結構華やかというか鮮やかなピンクで、それもね捨てがたかったんだけど、ちょっとこっちの白にしてみました。はい、これもね、なんかこのボリューム感がすごい可愛くって、で意外にこのゲージのね、この編み方とかもこう、ね、面白い編み方してるよね。この肩周りとか肩のこの辺、ラグランのこの辺だったりとか、あとこの袖口のとことかね、ちゃんと凝ってるなって感じで着てみました。こんな感じですね、かわいいよね。なんか着るとほら、こういったちょっとさ、編み目がよく分かって、かなり凝った感じになっている。ね。で、もこもこしていて、見るからにあったかそうと思うかもしれないんだけど、あったかいんですよ。めちゃめちゃ着ただけで今、ポカポカしていて。であと、丈感なんですけど、丈はこんな感じで。ちょっと短めではあって、かなり横にこうワイドな感じなので、中にかなりこう着込める感じですね、これね。あとそうそう、ちょっとコーディネート用にね借りてきたんだけど、スカーフもねすごい充実してるんですよ、ヒューマンさん。私もこの前本出したじゃないですか。そこでもいくつかちょっとご紹介していて、デザインも可愛いし、オリジナルのねスカーフ上手に作ってるなって感じで、はい、これもちょっと後でコーデしてみようと思ってます。でこっちは多分ね、マニプリさん、はい、マニプリさんも私もちょっと、はい、その本でもお世話になってるんですけど、これは別のブランドさんなんだけど、ヒューマンさんでも取り扱いがあるということで、でこの色も可愛いでしょ。でこの配色、はい、これもちょっと後で購入できようと思います。白いニットでコーディネートを組んでみました。こんな感じ。下は黒のねワイドパンツを履いております。はい、ちょっとモノトーンなんだけど、ちょっと上がねぽっこりとカジュアルなニットだったので、はい、ちょっときれいめな、はい、ワイドパンツを合わせました。で足元は今度はねローファーにしております。バッグはですね、ちょっとカジュアルに、はい、リュックに、ミニリュックにしました。はい、こんな感じで。で、先ほど紹介したスカーフね、はい、スカーフもちょっとここで、はい、紙に今結んでおります。はい、一応なんかここのちょっとストライプな感じと、ここの袖口の、はい、ちょっとこんなマリンっぽいこのねラインをリンクさせてみました。どうなのかしら。はい、で今耳はちょっとゴールド系のものをつけております。あとアクセはこんな感じ。はい、次はこちらです。はい、グレーのニットになります。はい、ちょっと短丈かな、これも。赤血ブークレーニットプルオーバーっていう名前なんだけど、もうなんかなんぞやって感じだと思うんだけど、赤血ニットってね、いわゆるこう裏側とこう表地がこう2枚重ねになってるような素材なんですよ。なのでなんか見た目外はですね、こう表側はすごいこうニットな感じの、はい、質感なんだけど、裏はちょっとこうニットスウェットっぽい感じっつうのかな、ニットスウェットっぽい感じ、
すっごいこうストレッチもめちゃめちゃ効いてるし、着ててめちゃめちゃ楽なんですよ。こうあのスウェット感覚で着れる感じ。中のこのブークレー素材ってなんか今年トレンドの素材の一つらしくって、着ただけでね結構これあの今年らしいシルエットになって、もう一枚でこれもこれでおしゃれ感がすごい出るニットだなって思って借りてきたんですけど、これはねグレーと白があったんですけど、まあ白よりもなんとなくこのモコモコ感のグレーが可愛かったのでグレーにしました。こんな感じ で肩も結構落ち目な今時のシルエットで、丈はちょっと短めなんだけれども、あ本当にこうストレッチめっちゃ効いてるのでビヨンビヨンつってすごいあの着ててめちゃめちゃ楽です。はい、首周りのこの秋っぷりもなんかこうおしゃれな感じの秋じゃないね、鎖骨ちょい上って感じですかね。でこれにねちょっと合わせてあのスカートもねなんかあの可愛いのがあったのでそれも借りてきたんですよ。こんな感じのシンプルなタイトスカートなんだけど、そうこれもちょっとなんかセットアップっぽくあのコーディネートしようかなと思ってちょっと借りてきたんで、こんな感じ。後ろポケットがね、かわいいよね。今年ちょっとほらタイトスカートあの流行りなので、まあ、合わせて着てもかわいいかなと思って、はい、借りてきました。これもちょっと後でコーディネートしてみたいと思います。多分丈感とかね多分知りたいと思うので、色はグレーとあのこれブラックがあるそうです。はい、次はですねグレーの上下で、着てみました。はいはい、こんな感じでございます。ポイントはですねあの、まあ、上下でちょっとあのこう暗い感じにならないように中にあの白いシャツを入れております。あの今回ねちょっと丸い襟のものを今入れたんだけれども、ちょっと丸いのねあの苦手とかちょっと子供っぽくなっちゃうっていう人は全然あの普通の、 あのシャツとかね入れたりとか全然ありだと思います。なんかストライプのねあのシャツとかも可愛いかなって思ったりしてます。ちょっと全体的になんとなくこうクラシックな感じにしようかなと思ってこんな感じにしました。あと耳元は、まあ、こんな感じでね、耳元もちょっと白い、ピアスを入れたりとかして、はい、あとはバッグは黒のチェーンバッグと、あと黒のレースアップのブーツを履いております。なのでちょっとこの辺は黒でねあのキュッと締めたコーディネートにしてみました。次はですねこちらのウールカシミヤプルオーバーを借りてきました。こんな感じです。これも色が超綺麗と思って、はい、これをちょっと借りてきました。なんかあのシンプルじゃんって思ったでしょ。だけどねこういったとこなんです。ほらなんかちょっと肌が透けたりする、可愛くない？これこういうとこデザイン性あって、ね、いいよね。でそれでカシミヤはまあ入ってるのであのすっごい肌触りもねめちゃめちゃいいので、こう多分素肌でこれ着れるタイプですね。これ色がね結構いろいろあって、黒、グレー、これがピンク、ブルー、あとねウェブ限定の、ね、オレンジっていう色があって、これもねすごく可愛かったの。なんかちょっとあの肌なじみの良さそうなオレンジで、でこれねなんかポイントがすごい洗えるウールカシミヤっていうことで、なのでお手入れもねすごくあのいいですよね。なんかこう素肌で着たりするとやっぱりねちょっと汗とか気になっちゃったりすると思うので、洗えるのはすごくありがたいって感じです。サンプル借りてるので私これ全部 M サイズなんですけれども、 S サイズもこれはあるみたいです。はい、こんな感じで、ここのなんかスリットもね前後差があって可愛いですね。で意外にここの部分がこう広がってる感じなんですね、はい、ちょっとラフな感じで着て可愛いですね。でここがポイントね、今こう中ネイビー着ちゃってるからこう、ね、ネイビーっぽくこうラインがあるみたいな感じに見えて、はい、素肌で着たら素肌で着たでまた違った感じに見えるので、意外にこう、ね、ポイントになって可愛いよねここね、はい、そ
そう、なんかデザインニットって意外になんかどこにあるのって感じがするんだけど、ここにね、いろいろとあるんだなみたいな。ピンクのニットを着ております。はい、こんな感じでコーディネートしました。足見え入ってるので柔らかいので、今素肌で着てるんだけど、まあ、とてもあのなんだ、着心地がめちゃめちゃいいなって感じのニットでございます。はい、で、あとこの、ヒューマンさんのすごい私のお気に入り配色のスカーフを今ちょっとセーラー巻きという巻き方で巻いております。でちょっと濃いめのピンクとこの薄めのピンクのね、グラデーションでちょっとコーディネートしたかったので、はい、こんな感じにしております。でバッグはもうトートバッグで、ちょっとここもピンク入っちゃってるんですけど、まあ、全体的にあの違うピンク色で、はい、まとめてみました。はい、個人的にこうピンクとグレーの組み合わせめちゃめちゃ好きなので、はい、でちょっとあの足見えないか、はい、足も、グレーのあのコンバースにしております。ではですね、これ最後になるんだけど、最後がねめっちゃ可愛いのよこれはい、じゃーん、こちらのカーディガンを借りてきました。すっごい可愛くないですかこれ。もうなんかあの一目惚れ感がすごくて、なかなかニットでこの色ってあんま見かけなくないですか。ちょっとこうカーディガンなんだけど、こうツイードっぽいような、なんかジャケットっぽい感じの、はい、カーディガンって感じで、ボタンがこう白いボタンなんだけど、そこもね可愛いなと思って、この前全部閉めて、で ポケットちょっとねちっちゃめなポケットがあって、はい、こんな感じで、でこれすごい可愛くないこれ。で袖口はちょっとこんな感じで、はい、しっかりとニットになって、あ、ここもこんなになってんだ、今気づいた。このデザインが入っております。なんかこうちょっとあの地厚めなニットではあるんですけれども、着ただけでこうかなり華やぐ感じが、はい、もうすごい好きです。ピンクの他にねベージュがあるそうです。そう、ベージュはね、またベージュは着やすそうなんだけど、私は全然このピンクに一目惚れだったので、はい、もうピンクにしました。大好きなカーディガンのコーディネートをしてみました。はい、やっぱりこれ可愛すぎる。なかなかこんな明るめの、華やかな色ないよね、カーディガンとかでね。なんでもボトムス、下も黒のパンツでもいいし、薄めのデニムとかも可愛いと思うんだけれども、ちょっとあえて、はい、ちょっと大人っぽい感じにしようかなと思って、インディゴの、デニムにしました。はい、で足はね、フラットの、はい、靴にしております。で、バッグはちょっとブラウン入れてみました。ミニバッグですはい、で頭もちょっとこれとこれの色が若干リンクしてるって感じのコーディネートにしております。はい、以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、ヒューマンウーマンさんから一点気配ニットたちをね、いくつか借りてコーディネートを、してみたんですけれども、気に入ったアイテムありましたでしょうか。ね、すごくこう華やいだ気分になれるニットたちなので、まあ、店頭とかとオンラインとかもねあるので、はい、チェックしてみてもらえたらと思います。はい、それでは、チャンネル登録、まだの方ぜひお願いします。あとインスタもね更新してるので、よかったらフォローの方お願いします。はい、それではまた更新するので、若田チャンネル見に来てください。バイバーイ。